はい、です。もう毎日ボイトレしてるんですけども、腕があんまり回らなくて、逆に喉が枯れるばっかりですね。そういうことはやっぱりどこかトレーニングの仕方が間違ってるんですよね。ちゃんとプロの本場のちゃんとした先生について勉強する時が来たんかもしれないけど、まあなかなか携帯的に呼ばなくて無理 もう YouTube で先生探してちょっと練習するぐらいが精一杯ですね、今のところね。まあそれでも初期よりはだいぶマシになったと思うんですけどね。どうなんですかね、本人の勝手に自己満足かもしれませんけど、どうでしょうか。そういうご批判、歌が相変わらず下手やなとか、ここ直したらようなるでとか、前向きに意見あったら聞きますよね。できたら前向きなご意見をください。ということで、歌い出したこと、頃の曲をやってます。今日は昨日統計見たら、新規のユーザーのことが 90% になってるので、なんかありがたいような寂しいようなね、お友達もっとほんまに見てよっていう感じやね。もうすぐ3、初めてもうすぐ3年になるんで、最初目的友達向けてやったので、それが減ってるのもちょっと寂しい話やね。でもまあ全然知らない方が見てくださるのが増えたりのまた嬉しい話やしね。どうなんですかね。ということで、次は藤井フミヤさんの「アナザーオリオン」。この歌は昔流行ったですけど、僕は最近思いましたね。ということでいきます。そうです
束しよう。別れじゃなくてこれが出会いさ。君のために僕は強くなる。たとえどんなに離れていても、あの星を見上げてる。いつでも海ふみやさんで、アナザオリオンナギでした。ぜひまだ登録をされてないお友達はチャンネル登録を、ここにチャンネル登録ボタンを押してくれたら嬉しいです。お友達になってね。 See you、 また来てね。